大谷翔平、ロサンゼルスエンゼルスが全米でまた新たな話題を振りまいた。老舗男性ファッション誌 GQ マガジンのウェブサイトに大谷翔平はどうやってベースボールを再び楽しいものにするのかと題されたロングインタビューや、これがなければ生きていけないもの10選という動画インタビューも掲載された。インタビューでは、これまでの大谷翔平の活躍や成績の紹介、エンゼルスを選んだ理由から、故郷の奥州市や北海道時代の話など、様々な内容で構成されている。また、大谷翔平の考え方や内面についての質問などもあり、もし18歳でアメリカに来ていたらどうなっていたか、いや、これまでアメリカでホームシックになったことはあるのか、といった。これまでの現地メディアとは違う視点から大谷翔平の素顔に迫った。大谷翔平はこれらの質問に対し、生活は今でも18歳の時からあまり変わっていない気がします。この5年間は大きな違いはありませんでしたと話し、MLB に移籍しても、寮に住んでいた日本時代のように、試合をして家に帰るだけの生活を続けていることを明かしたり、アメリカに来てもホームシックになっていないと答えている。さらに、インタビューでは、今後、大谷翔平が FA となって他球団への移籍する可能性もあることから、将来はどこに住みたいかという興味深い話題についても触れられていた。大谷翔平はそれに対し、今どこに住むかを選ぶなら、自分はカリフォルニア州を選ぶかもしれませんと答えている。大谷翔平は、自分のことを優先したく、東京のように常に忙しい状態が続く、ライフスタイルは好みではないと話している。一方、カリフォルニア州は、天気や気温も含め、のんびりとした雰囲気だと語っている。このように、大谷翔平の普段の生活が垣間見れる、この特集は、現地のファンやメディアの間でも大きな話題を呼んでいる。また、記事に掲載された大谷翔平が様々なファッションに身を包んでいるレアな写真は、ファンの間で大変な人気を博した。熱狂的な大谷翔平のファンとして知られる、FOX スポーツのアナリスト、ベン・バーランダー氏も、SNS でこの記事について反応している。バーランダー氏は、GQ に掲載された大谷翔平の写真をいくつか添え、大谷翔平が今月の GQ に掲載されており、これは自分が今まで見た中で最高のものかもしれないと大喜びする様子を見せた。そして、大谷翔平が、ベースボールの顔と呼ばれることを歓迎し、今後良いプレーを続けられるようモチベーションにもなる。という一文を引用して、自身のフォロワーに発信した。さらに、この記事は、USA Today や CBS ニュースなどの大手ニュースメディアや、ESPN やブリーチャーレポートといったスポーツメディアにも取り上げられており、それぞれが大谷翔平の発言に注目した。ニュースメディアが特に取り上げたのは、GQ の記事内で語られていた、ESPN のスティーブン・ A ・スミス氏に関する話題であった。スミス氏は昨年、大谷翔平に対して批判的なコメントを次々と発し、物議を醸した。特に7月に同氏が語った野球界の顔とされる選手が通訳を必要とするような人物なんてねという発言は、現地でも人種差別だと批判され、大炎上した。その後、スミス氏は同発言について謝罪しているが、GQ では、あえてスミス氏のことについての質問を投げかけた。大谷翔平はそれに対して次のように答えている。英語が話せるなら、英語で話します。もちろん、そうしたいと思う。英語が喋れることに
損はない。それからは、前向きなことしか出てこない。でも、自分は、1日中野球をプレーするためにここ、アメリカに来た。そして、フィールド上でのプレーが、自分にとって、人々やファンとのコミュニケーション手段であると感じたこの、大谷翔平の考えや、英語ができるなら喋りたいという発言、GQ では日本語で話したと書かれているに、現地のメディアは興味を持ち、このことを取り上げた。また、今回のことで、大谷翔平とスミス氏の発言をめぐる話は、一旦幕を下ろしたと捉えた様子も見せた。一方、スポーツメディアが関心を寄せたのは、大谷翔平がアメリカでベースボールの人気復活を願っていることについてだ。GQ で、大谷翔平は次のように話している。ベースボールはここ、アメリカで生まれました。そして、個人的にはベースボールがアメリカで最も人気のあるスポーツになってほしい。だから、自分がそれに貢献できることがあれば、受け入れていきたいこの発言に、ブリーチャーレポートは、エンゼルスのスーパースターである大谷翔平は、スポーツ、野球をベーブ・ルースや、ミッキー・マントル、ウィリー・メイズなど、アメリカではほとんど神話のような英雄たちがいた時代のように、野球の栄光の日々を取り戻したいと考えているとその目標のスケールの大きさを説明。そして、もし、誰かがベースボールの過去の栄光を取り戻せるとするならば、それは、大谷翔平のような唯一の才能を持つものだろうと、大谷翔平がそれを達成することに強い期待を寄せた。大谷翔平の独占インタビューは、日本の GQ ジャパン2022年3月号2月1日発売予定にも掲載されるようだ。大谷翔平は今やアスリートの枠を超え、世界的なファッションアイコンとしても注目を集めるようになった。果たして、GQ で語られたように、大谷翔平はアメリカの野球人気復活の救世主となれるのか。今年はどのような活躍で現地を盛り上げるのか。今年のシーズンの開幕が待ちきれない。